こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。トランプ政権下で強烈に進められた台湾での新潜水艦建造計画。やはり日本も協力体制をとっているが、これは米国の方針により異例のスピードで建造までこぎつけている。潜水艦ってそんなにすぐできるものではないのです。米国独と潜水艦建造を得意としている国が集まった結集でしょう。そういえばもう一国近くの国も参加されていましたね。では今回この台湾新潜水艦建造計画着工式典から進水式までを詳しく話していきますね。2020年11月24日、台湾は南部の中核都市高雄市において国産での新型潜水艦建造計画 SDI に基づく建造を開始し、蔡英文総統も出席しての記念式典を挙行、悲願の取り組みへ第一歩を踏み出した。台湾海軍は一応潜水艦を4隻は保有はしているが、うち2隻は太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造したものを譲り受けたものであり、実に艦齢は70年を優に超える老朽艦となっている。残る2隻はオランダのフェイエノールト社で1980年代に建造された同国海軍のズバールトフィス級潜水艦をベースとしたものであり、台湾海軍では海流級潜水艦と呼ばれている。海流級潜水艦は水中排水量が2600トン、全長が 66.92 メートル。全幅が 8.1 メートルの艦容を持つディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦である。実は台湾海軍ではこの海流級潜水艦を合計で6隻調達する予定を進めていたのだが、オランダへの中国政府の政治的、経済的圧力によってわずかに2隻でこの計画を潰されてしまった経緯がある。もちろん台湾も大対策を検討し、アメリカをはじめとする欧米の国々に代わりとなる潜水艦の調達交渉を行ったものの、台湾が望む通常動力型潜水艦の提供先は1社も出てこなかった。当時の日本は法的にも武器輸出が規制されている状況で、当然台湾の潜水艦調達に力を貸すことはなく、一部には中古の日本の潜水艦をアメリカが購入して引き渡すとの案もあったようだ。しかし、こうした案も中国に与える影響を日本、アメリカともに考慮してか、結局実現することはなく、他国からの調達に限界を感じた台湾は国産での新型潜水艦建造計画SDI を始めざるを得なかった。こうした台湾の置かれた厳しい現実は、我々日本を含め世界の大多数の国が急速に経済力や軍事力を拡張してきた中国に対し、いわば消極的な賛成の側に回ったことを認識すべきだろう。一応西側と言われる国々の中で通常動力型潜水艦の輸出に多くの実績を
持つのはドイツであり、同国の214型潜水艦はギリシャ、ポルトガル、トルコ、韓国などへの輸出及びライセンス生産が行われている。しかし、日本と同様に、ドイツも中国市場への進出、ことに自動車輸出などで、大きく中国経済に依存している体質が顕著であり、中国の意に反して、台湾に武器輸出を行うことは、もはやありえない。新型コロナウイルスの問題で、世界各国が中国に対する警戒感を強めているようなイメージがあることに反して、日本やドイツなどの輸出企業を中心とした現実は、中国寄りの姿勢を崩せないでいる。アメリカの態度も、2020年大統領選挙を含め、トランプ陣営の対中強硬策が本格化しているように映った反面、電気自動車メーカー最大手のテスラ社は、異例の 100% 出資の中国工場設立を認められている。これが意味するところは、政治主導で、今後ガソリン車の撤廃を目指すと、表明した中国において、その巨大な電気自動車の市場をテスラが獲得しようとの表れであり、米中対立とはほど遠いものだろう。中国が真の意味で脅威だと思えるのは、まさにこうした経済的な支配力で、世界各国を裏側から侵食している点であり、20世紀の米ソ対立のような、イデオロギーの衝突ではなく、資本主義を逆手に取ったものと言える。例えば、韓国は2019年、日本からのいわゆるホワイト国除外を受けて、日本製品の不買運動を前面に押し出すなど、その是非や有効性は別としても、対抗手段としての施策は実行に移した。しかし、日本はといえば、尖閣諸島などへの露骨な圧力を中国から受け、反中感情が高まっているように見える一方で、例えばスマートフォンや、Wi-Fi ルータなどの分野で中華製品が溢れていることに危機感は薄い。むしろ、新型コロナウイルスの問題で、こうした機器等の流通に支障が生じ、日常生活に不便を感じるほど、これら中華製品の蔓延した状態を、ほとんど当たり前のように改めることすら叶わないのが実情だ。尖閣諸島をめぐっては、実は台湾も自国の領土だと主張しており、中国もこれに便乗する形でそれを認め、尖閣が台湾のものなら、それはすべて中国のものだという理論を自明のこととして展開している。個人的には台湾に尖閣諸島の領有を諦めてもらう代わりに、台湾の潜水艦建造に便宜を図るなど、日本ももう少し狡猾な外交を行うことも必要ではないかとすら感じてしまう。台湾は新型潜水艦建造計画 SDI の一隻目におよそ1800億円ほどの予算を投入すると見られているが、予算は別としても建造に要する技術的なハードルは決して低くはないと思われる。ここについて日本政府として台湾への技術的な協力を行うとこで、中国からの尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛を目指す方向性も視野に
入れておく出来ではないだろうか。